奉行に実力はあったのか。南紀書ね、はい、石田三成、浅野長政、前田源義、増田長盛、長塚正家の5名が秀吉の下で、たくさんの実務を取り仕切ってきたわけですよね、はい、それを後に五奉行と呼んだわけですよね。で、影響力を持ってたから三成とかがじゃんじゃん動いたわけですよね、うん、しかし秀吉は彼らには能力があるからか大きな領地を与えず近くに置きました、はい、ですから5人合わせても73万石ということで、家康1人の250万石には遠く及びません。これ秀吉なくなっちゃったら力関係は大変な騒ぎですよね。ですから五奉行も持ち上げられつつも苦しかったんだと思います。今回は以上です。